アグレスとして出るときに絶対負けてられないっていうところあると思うんですけど、そこの大変さだったっていうのは。負けてられないっていう感覚はないよね。ない、うん、むしろやっつけてくれだよ。おはようございます。おはよう。まずはお誕生日おめでとうございます。 ありがとう。もう過ぎましたけど。おいくつになられました。43になりましたよ。43。今日、まあ、4月始まったということなんですけど、うん、今日はですね、うん、あの戦技競技会の話をしていただこうかなと、うんうん、で前にですね、うん、あのワッペンの企画だとかで、あの実際初めて戦況に出た時の話だとか、うん、まあ、ショートでしていただいたと思うんですけど、うん、今回はアグレッサーとして戦技競技会に出た時の話をしていただこうかなと。はいはいはい。アグレッサーとして戦技競技会に出た時の話。はい、うん、アグレッサーとして戦技競技会に出た時の話。はい。違います。アグレッサーは戦技競技会の常に敵役でやるから、俺がアグレスにいた時に戦技競技会で敵役をやった時の話ってこと。はい、うん、まず、まあ、大体どれ何回出ました、戦技競技会に。あ、俺出たの1回だけだったかな。何年ぐらい。今から10年以上前かな。11、12年前かな。戦技競技会そのものが今も開催されなくなってますけど、まあだいぶ前ですね、うん、それだけで。もうその時から毎年じゃなくなってたもんな。うん、もう戦況なくなってどれぐらい経つんだろう。どれぐらい。もう10年ぐらいやってないんかな。うん、まあ戦技競技会というと小松でやってるイメージがあるんですけど、橋さんがアグレスとして100位ですか。小松のイメージあるでしょ。あるけど、はい、その時は100位だった。その時って橋さん何歳ぐらい。31とか32ぐらいだったかな。ちょうどアグレスにいた時にアラスカに行ったんだけど、そう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 。でアラスカから帰ってきてしばらくして戦況だったから、うん、32ぐらいかな。まずは橋さんは305の時に戦力教育会に出たじゃないですか、うん、その後アグレスに入ってアグレス側として戦力教育会に出たと思うんですけど、うん、その時の違いっていうのはあったりするんですか。それは違うよ。違う。だって敵じゃん。はい、305の時は、まあ、競技としてこう種目があるじゃん、はい、でその敵となり、まあ、敵役をやるのがアグレスでしょ。だから305の人間としては、アグレスで飛んでるなんていうの人飛行機を、やっつけることを目標としてやるでしょ。アグレスは競技だからあくまで、はい、飛びながら評価をしなきゃいけない、差を順位をつけなきゃいけないから、うん、そこにはいろんな加点マイナスだいろいろあるけど、そういう意味では全く違うよね。加点というのは、まあ、話せる範囲はあると思うんですけど、うん、どういったところを審査、加点したり減点したりするんですか。もちろんそれはさ、そもそも空中戦をやる上で、そこに不備があったかなかったか、あとはその時間的なものね、より早く迅速に敵を撃墜するに越したことはないじゃん。それに時間を要してしまってたりとか、はたまた競技に参加する人たちが撃墜されてしまったとか、あとはルール違反があったとか、まあ、そういったところだよね。ルール違反ってのはちょっと気になったんですけど、上空ではさ、ルールが必ず、訓練をする上ではルールを決めないとぶつかってしまったりさ、うん、安全という上で、土台を作るわけよ。それがなんていうの、例えばこうやってぐる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 やる、始まる前に
遠い段階で接敵をする上で行動の決まりがあったり、あなたたちはこれ以下飛びなさい、これ以上飛びなさいとか、そういう違反があったとか、まあそういうことだよね。そういうルールは必ず決めないと、訓練する上でこう危険をになる可能性があるから、そういう意味ではルールがある。まあ、あの交通ルールと一緒よ。交通ルール、日本だったら、はい、車で走るときに車線どっち側走る？左です。でしょ、右側走ったらぶつかるじゃん、はい、それと一緒。アグレスとして、アグレスとして出るときに、やっぱりその絶対負けてられないっていうところあると思うんですけど、そこの大変さだったっていうのは、負けてられないっていう感覚はないよね。ない、うん、むしろやっつけてくれだよ。やっつけてくれ、うん、だってそうじゃないと、とこっち敵役をやっててもどんな時もそういうアグレスがあって、もちろんいざという時に、誰にも負けない自分の技量を高めるアグレスのチームワークも含め、最強を求めるため、求めるというか求めて訓練をしてるから、何も考えず1対1、1対2、2対2何でもいいけどやった場合、何も考えずだよ、誰にも負けない自信もあったし、そのために訓練もしてた。だけど戦技競技会とかって10チームあるとするじゃん、参加チームが、定量の評価をしなければならない。要はこう私的な感情を入れることはできないじゃん。だからアグレスとしても飛び方を決めるわけよ。この10チームに対して全部俺が10回相手するわけじゃないのよ。それだったら定量の評価できるけど、俺が飛びます、アグレスとして、例えば A 君が飛びます、 B 君が飛びます、 C 君が飛びますって言ったら飛ぶ人間が違うじゃん。ということでアグレスの中でももちろん、なんていうの、それぞれ最強のパイロットと言われるような人たちだけど、そこにも人間だから差はあるわけじゃん、うん、だから飛び方として決めるのよ。こうなったらああする、ああなったらこうする、この時点ではこうだって、その時点でのそれぞれの評価ポイントをつける。ある意味チャンスを与えることもあるだろうし、そのチャンスを逃したら今度は切り替えて、がっつりこっちが本気出しちゃう、風にすることもできるしさ。だからガチでさ、1対1でやります、真剣勝負をします、アグレスやっつけますなさいってなかなか難しいと思う。はい、そうですね。そう、それをやっつけれるぐらいの技量を持ってほしいけど、戦技競技会っていうのはそういうのが目的ではなくて、ある種目に対して舞台の、モチベーションを上げたり、そのために訓練をするわけじゃん。例えば今日4月4日が本番だとしたら、もうここで戦技競技会をどこそこで科目種目としては何をやりますっていうのが提示されるから、それに対して舞台は準備をするじゃん。誰を選手にしよう、舞台として取り組んで、それがボトムアップにもつながるし、全てのレベルアップにもつながる。目的はそこなのよ。だから戦技競技会の場で、アグレスの場で出た時はそうだな、やっつけてやるとかいう感覚じゃないよね。ここでやっつけてくれっていう感覚、うん、実際それでやっつけてくる手強い舞台の人とかってない？手強いっていうか、もちろんそれはよしよしよしって感じだよね。そういう人はもう印象に残りますか、降りた後とかでも？うん、残る。どっちかだよね。本当に優れたこう参加2機で飛んでた場合、この変態優れた人たちか、逆いやーっていうはすごく印象に残る。あとは自分が相手にした人たちはすごく印象には残るよね。なるほど、うん、だからアグレスさんはもともと舞台にいた
人間じゃん。でも305からアグレッサーにいたし、知り合いもいるわけじゃん、戦技教以外で参加する。だから頑張ってほしいとも思うし、それが、ね、いい結果を残せばよしよしよしって思う反面、そうじゃなかったらってやっぱ思うよね。それはまあ、うん、人間だからそういうもんかなとも思うけどね。ハッサンがそのアグレス側として出たのが10年前だとおっしゃってたんですけど、その時まだ F4 は現役でしたよね。現役だった。 F4 とアグレスで対戦したことっていうのはあります。あるある。やっぱり F4 ってちょっと時代が15より遅れてるイメージはあるんですけど、それでも結構強い人が乗ってたりとかっていうのはありました。やる内容によるよね。だってさ、どういう例えが分かりやすいかな。車、まあ車でいいや、車で、スポーツカーと軽自動車があります。スポーツカーには車乗り出して1ヶ月の人が乗りました。軽自動車にもう10年以上乗ってる人が乗りました。用意ドンで100メートル、まあ500メートルぐらいあったとして、アクセル踏んでどっちが勝つ？スポーツカー。そうだよね。そういうもの、装備だったり使うものに差があったら、その時点でどうしても勝てない部分って出てきちゃう。そういうもの。だから1対1でやったら F4 より F15 の方が強いでしょう。だけどそこを2機2対2であります。2対2で飛ぶといつも言うのは、何が生まれる、ここには2対2で生まれ、何が生まれる。1機で飛ぶのと2機で飛ぶの違いは何。連携が。そうだよね。ここには連携が生まれるんだよ。そこがどんなにベテランの人たちが2機飛んでも、この連携がうまくいかなかったら、この編隊って機能しないんだよ。その F4 に関しては4人乗ってるでしょ。はい。彼らのコミュニケーションだったり連携能力っていうのは極めて高い。これはね、間違いない。F4 ライダー、ファントムライダーの人たちはそれも認識してるし、そこが強みだとも思ってる。それはね、間違いないと思う。それで、第4世代、まあ、F15 も第4世代だけどね、第4世代の中でも新旧あるじゃん。自分より優れた能力を持っている装備品としてね、ものに対して人間の力で補うっていうところはもう極めて高いと言って、これはね、断言できるかな。うん、見てても思うし、実際対峙してやっても思うし、彼らの日常的飛行隊での振る舞いとか見ても、素晴らしいなって思うよね。結局は人間によるところが多い。それはそうだよ。宝の持ち腐れっていうじゃん。はい。ね、だからやっぱりそれを現時点では人が操作する判断に基づいてね、っていうものであれば、やっぱり人間が、人で結果が左右するっていうのは間違いないかなと思うね。なこんなでもう15分16分そんなに経つ。あ、そう、はい。最後になんですけど、なかなかもう戦技競技会というのが開催されなくなってしまったと思うんですけど、やっぱりそこに寂しさとかっていうのはあったりはしますか。そんなことはないね。だからさっきも言ったように、戦技競技会はやることが目的じゃないのよ。何のためにやるかっていうところ、それが舞台のさ、モチベーションだったり、それは間違いないと思うよ。でスポーツやってて、陸上選手が 100m 走一生懸命走ります、大会も何もなくてひたすら走るって、よっぽど自分に対して厳しい人間じゃないと努力できなくない？そうですね。どうなんだろうと思うんだよね。この日にとかさ、ライバルがいるとか、自分はこの地区で優勝したりとか、最終的にはオリンピック出たいとか、そこには必ず勝っていかなきゃいけないでしょ。それがあるから努力できるし、なんていうの、底上げにもなるし、
そういう意味ではやっぱり競技会っていうのは何のためにやるかって言ったらそういうところだと思うんだよね。でもそれが今なくなったやってないのにも理由があって、それが起こるするとじゃあ戦技競技会がないことに対する寂しさがあるかって言ったらそんなことはないよね。見る側としては寂しいかもしれないけどね。あ、雑誌とか昔よく載ってたじゃん、スペマとかですね。ね、その戦技競技会に参加する、僕ね当時94号機だったな、俺が乗ったの、はい、あ305の時にね、その時は305の8って感じで飛行機に書いてもらえるし、特別塗装を施してやったりもしたから、そういう意味ではこうね、見る側というかそういう人たちにとっては寂しい部分があるかもしれんね。今日もう20分ぐらいそうなので、ここで一旦締めようかなと思います。ということでありがとうございました。はい、ありがとうございました。